マールボロロード駅は廃止されたロンドン地下鉄の駅である。当駅はメトロポリタン鉄道のベーカーストリート駅から北への最初の支線として建設されたメトロポリタンセントジョンズウッド鉄道の北の終点として1868年に開業した。当時のロンドン地下鉄路線図には省略してマルボロロードと記されていた。1930年代中期。 メトロポリタン線各支線からの列車が集中するフィンチリーロード、ベーカーストリート間の線路容量は限界に達していた。この集中を緩和するため、ベーカーストリートのベーカールー線トンネルからフィンチリーロードまでのシールド工法の新線が建設された。メトロポリタン線スタンモア支線の機能は1939年11月20日にベーカールー線スタンモア支線に引き継がれ、 ベーカーストリートに流れ込む乗客が分散、メトロポリタン線を通過する列車数が削減された。メトロポリタン線のフィンチリーロード、ベーカーストリート間の駅は廃止され、当駅近くにセントジョンズウッド駅が新設された。廃止以前から当駅はローズ駅に近かったため、クリケットシーズンのピークを除いて乗降客はあまり多くなかった。 当駅の駅名の由来となったマールボロロードは後にマールボロプレイスに改名されている。1973年放映の BBC のドキュメンタリー番組メトロランドに廃止されたホームと駅舎が映ったシーンがある。当駅の駅舎は中華料理店として現存している。ベイカール線スタンモア支線の開業により以下のメトロポリタン線の駅が廃止されている。ありがとうございます。